い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、皆さん、今週もジャンプワンピース読みましたか？昨日ですね、全体の考察感想をこちらで上げてますので、ぜひ見てください。初見のリアクションとかも撮ってます。そちらもぜひお願いします。はい、今日はね、そこで月曜日ちょっと話しきれなかったことをね、後々気づいたこととかを話していきたいと思います。なので、ここからね、最新話のジャンプのネタバレがあるので、アニメ箱メーカーの方々お気をつけください。今日話すのはこちら。イフリートとルナーリアですね。ちょっとここについて改めて話します。あと、サンジの心どうなんの？というのと、あと、サンジのね、話関連で、魚人島にやばすぎたね。伏線というか、ちょっと小ネタがあったんで、それも話しますね。あと、クイーンが弱った理由ね。あと、スケスケの実とかね、次週決着とか。そのあたりの、ちょっとあと細かい話とかもね、ちょっとしていこうと思ってます。はい、それじゃあ今日も最後まで見てってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録お願いしまーす。毎週月曜火曜はね、だいたいジャンプ関連の動画上げてますので、今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしく。はい、そんじゃ行きましょい。はい、まずイフリートとルナーリアですよ。これちょっとさ、どういうことなんだろうなっての思ってるんで、皆さんの意見ちょっと聞きたいんですけど、今回ね、サンジが、イフリートジャンプっつって、ディアブルジャンプのね、上の技というか、さらに進化した技をね、今回発揮したわけなんですけど、この感じですよね。今まで悪魔風脚だったのが、魔人風脚になって、言うたら魔人ってね、悪魔の神みたいな字ですもんね。魔の神ですから、言うたら悪魔か上っぽいですよね。で、今までね、出てきた、めちゃめちゃ謎の種族、ルナーリア族ですね。動画結構上げてますけど、ルナーリア族ってどういった捉え方されてたかっていうと、神って呼ばれてましたよね。マルコの話とかでね、いわゆるレッドラインの上に、神の国があったと。神とね、呼ばれたってね、クイーンも言ってましたもんね。キングのね、そのルナーリア族に対してね。で、こう考えると、今回出たね、イフリート、魔人。とルナーリア神ですよね。なんかここの対比とかも結構この技はやっぱかかってくるのかなってところ個人的に気にしてるんですけど、今ねジェルマの兄弟はもしかするとね、そのルナーリア族の血統因子がさ使われて参考にしてとかね作られた可能性が今あるじゃないですか。もちろんまだ確定ではないんですけど、ルナーリア族っていうのはね最近分かってきたことでめちゃめちゃ頑丈だったんですよね。頑丈プラスあと発火ですよね。もう頑丈で発火ってもうサンジじゃん。めちゃめちゃサンジっすもんねそれって。ね、他の兄弟とかは確かに発火する描写とかはないんですけどね。ただ他の兄弟も外骨格としてめちゃめちゃ頑丈だと。やっぱねここがすごい、ルナーリアとそのジェルマの兄弟たちがやっぱ対比されてる中で、今回ねまたねそのいわサンジの技として魔人イフリートと神と、なんかまたちょっと対比が増えたなって思ったんですよね。この関係性どう思いますか皆さん。多分ほぼほぼねその裏設定としてはそうなのかなと思うんだけど、ただでもね仲間がいる YouTube とかでもね、キリさん2代目ナレッジキングキリさんとかお話しされてたように確かに怒りでね燃えてるんですよサンジっていうのは。だからどっちかマジで分かんないですよね。時によっても結構揺れてます。ルナーリアとか全然関係なしに怒りで燃える、それがサンジっていう設定ももちろんあるだろうし、ただいろいろとねこうルナーリアとこのサンジの対比がやっぱりあるんで、なんかどうしても気になっちゃいますよね。今回のがねその悪魔の神魔人と書いてイフリートがこれがたまたまなのか、小田さんもねそこを伏線の種としてこう巻かれてるのか、そこが本当に聞きたい。小田さんに聞きたいです。ワンピースマガジンのあれみたいに、あと100以下の SBS でもワンピース考察系 YouTuber です。どうですかこれ小田さん。多分見てないとおっしゃられてましたけどね。気になるなぁ。そしたらあとサンジの心ですよね。サンジの心どうなっちゃうんですかってこと。今回ね、今週の話では、サンジの心がね、別に亡くなったわけじゃなくて、おそめちゃんをね、傷つけた犯人は結局クイーンだったと。まずクイーンほんとマジ正座。マジ正座ほんとに。ずっと正座してて。正座できるかなあの体型で。そこまで心配ですけど、とにかく正座してほしいクイーンさん。クイーンがね、結局犯人だったと。で、サンジがあの時にね、心を失ったわけじゃないっていうのが分かったんですけど、けどまだその心配の要素って実はありますよね。っていうのもやっぱ眉毛がね結局変わったままじゃないですか。だからこそちょっとやっぱ不安要素はまだ残ってるなって個人的にはね。いや忘れたいよ、俺だって忘れたいの。皆さんもそうでしょ、忘れたいのけど忘れらんないの。だってさやっぱゾロにさデンデムシしたわけじゃん。俺がさ、いや正気じゃなかったらお前が殺せとで言うたらゾロと約束したわけですよね。あそこで悪いなっつって、だが決着の後、もし俺が正気じゃなかったらお前が俺を殺せ、決着後の楽しみができた、だったらてめえそれまで死ぬなよ、悪いな、ガチャ。もうこれ何回読んでも熱いからのヘルマオリーズだ。いやここ何回読んでも熱いマジで。っていうくだりがあったわけじゃないですか、ゾロとの約束が。いやこれがね結局生きるのかどうかなんだよね、この約束が。別に何にもなかったら何にもなかったらいいんだけど、でもねだとしたらこのねシーンがその言うてしまえばなくてもいいものになってしまうじゃないですか。いやだからちょっと不安なんですよね。見たくないけど見たいけど見たくないみたいな、もうまんまと小田さんの手のひらの上ですよね我々は。どうなんだろうなこれ。今回はね、ひとまず蹴ってないのは安心したけどね。ただまだサンジが冷徹な心になっちゃうかどうかっていうのはまだちょっと気になるところですよね。その時にね眉毛の謎とかも判明するのかなって気もしますけどね。
でですよ、今回ちょっとね、魚人島にヤバすぎ伏線というか、まあ、小ネタなんですけど、おーって思ったコマがあったんですよ。たまたまそのチョッパーの怪物の話とかで魚人島でちょっと読んでたりもしたんで、64巻ですね、ぜひね、お手にお持ちいただきたいんですが、今回サンジがね、まあ、イフリートジャンプってことで、まあ、魔人という単語の技を使ったと。で、サンジといえば、確かに最初からね、結構悪魔って単語を発してるんですよね。割とね、本当になんかもう気づかないようなところで、俺は悪魔にだってなるとかね、悪魔にだってなんちゃらかんちゃらみたいな発言をしてるんですよ。まあ、その中で今回、ですね、魚人島でこの10万 vs10 ですね。いや、魚人島でね、要はまあ魚人たちに応援されたら、まあ、戦いづれと、まあ、ルフィたちが言う場面でね、サンジのセリフ、俺は人魚ちゃんたちに応援されたら悪魔の王でも倒してみせるぜって言ってるんですよね、ここで。いや、これが面白いっすよね。悪魔の王っていう発言をしてるんですよ。言うたらそれってさ、エンマですよね。エンマって地獄の大王って言われてますもんね。で、ゾロが要はエンマでしょ。で、今回その要は地獄の王よりも上っぽい、その地獄の悪魔の神っていうのだ、なんかちょっともしかしたらそのゾロの上を行ってるような技名なんですよね、これってね。まあ、もちろん全然サンジも意図してないし、たまたまかもしれないんですけど、ただこのセリフはここ繋がるわと思って、おもろと思ったんでちょっと話しました。小田さんここまでね、仕込まれてるのかどうかとかもすっげえ聞きたい。いやー、これちょっとおもろと思ったんですよね。悪魔の王を倒すって、もう悪魔の王倒す気で魔人じゃん、イフリートじゃん、面白い。いや、ワンピース面白いっすね。こういうほんと細かい発見が無限にあるんでね。ちょっとまたこの動画好評だったら、トレビアシリーズ仲間がいる YouTube のね、あの公式でもやった回でありましたけど、まあお願いしますの方でもちょっとやってみようかなとも思ってるんで、もしそれ見たいぜって方いたらね、ぜひこの動画高評価お願いします。グッドボタン多かったらそれも撮りますんで、まあめちゃめちゃ俺もやりたいんで1000以上でやります。行きそうだけどな。これ行かなかったら寂しいんでよろしく。はい、でですよ、クイーンが弱った理由話しましょう。これちょっとさ、俺昨日話してなかったと思うんですけど、いや今回ね、まあサンジがこう言ってます。さっき吹き飛ばした一撃が効いてねえはずがねえ、散々戦ったんだ、お前も弱ってると言ったんですよね。要はまあね、サンジがね、この前にもヘルメモリーズって言ってバーンってやったじゃないですか。で、さっきの一撃が効いてねえはずねえと。で、プラスでね、まあマルコとも戦ったし、ライブフロアでもまあいろいろ戦ってたわけですよ。だから、まあ弱ってると、クイーンもね。で、そのクイーンが弱ってる理由で、いや、お前、これちょっと、ミスじゃない？めちゃめちゃ。っていうのが思い出したんですよ。クイーンさん、もちろんね、サンジとかの攻撃も効いて弱ってます。あとね、決定的なね、ダメージ食らってますよ、あなた。これです。ブラキオランチャーです。もう、自ら2発ぐらいランチャー食らってますよね。いや、これ面白いと思って。いやいや、自ら、ブラキオランチャー、グッグヘーって言って食らってたもんね。いや、あれ痛かったね、クイーンさん。あれなかったらちょっとね、ダメージそんな残ってなかったかもしれないですけど、自ら作ったね、そのランチャーによって2発ぐらいやられてますからね。これちょっと面白いっすよね。いや、クイーンちょっとなんか間抜けなところいいな。クズなんだけど間抜けっていうね。なんか何、科学者って何、クズ間抜け多いの。シーザーもそうじゃん。シーザーもさ、割とクズだし、でも間抜けらしいみたいな。ただでもジャッジとかってね、ただのクズなんだよな。なんかジャッジとかもそういう面があるのかなとか思うとね、ベガバンクとかも気になるとかね。なんていうか、そのね、その科学者のキャラクター性、それがちょっとまたね、気になっちゃいますよね。で、次、スケスケの実の話ちょっとしたいんですよ。昨日してなかったですよね。今回ね、まあ、クイーンが、まあ、一人ジェルマできるわけじゃないですか。何一人ジェルマって。一人でジェルマダブル6、こう、全部、誰かあれ書かないかな。ジェルマのこのポーズ撮ってるの全部クイーンで。誰か書いて、多分、送られる方いそう。みたいな、一人ジェルマのクイーンをちょっと見たいんですけど。まあ、というわけでね、まあ、今回1時の技、2時の技、4時の技、やったわけなんですよ。で、そうなった時に、最後ね、ステルスブラックと、言うたら、まあ、サンジのね、そのレイドスーツ着た時の能力もやったわけですよね。一人でそのステルスにもなれると。でも、これさ、こういう人いますよね。めちゃめちゃ強い人で。シリュウさんですよね。スケスケの実を食べた黒ひげ海賊団の、言うたらナンバー2ですよね。小田先生もナンバー2の絡み開きで、まあ、シリュウ書かれてたんで、まあ、シリュウが黒ひげ海賊団ナンバー2と考えると、これもうさ、クイーンの方ができること多くねって思うんですよね。透明になれる剣士でしょ、クイーンさん。透明になれて、で、スパーキング、ヘンリー、ウィンチ、エキサイでサイボーグ、乗っかりに乗っかってます。これちょっとどうなるんだろうね。なんかもうすでにさ、黒ひげ海賊団とのバトルになった時にシリュウどういった戦い方するのかっていうのがね、新たにちょっと気になっちゃいましたよね。まあ、ただ一個ちょっとこれは予想ですよ。ちょっとこれ予想、妄想を含んで言いますけど、まあ、今回クイーンはね、まあ、ステルスやったわけなんですが、このステルス、どうですか皆さん。覚醒はできませんよね。クイーンさんはね、竜の実のブラキオサウルスなんで、覚醒するとしたらそっちじゃないですか。ただ、シリュウさんは、スケスケの実なんですよね。だから、シリュウに関しては、その覚醒とかもそっちもやってくんのかなってちょっと思ったんですけど、どうですか。でも、スケスケってただでさえさ、その、触ったらさ、透明にできるじゃないですか。なんかどうなってくんのかなとかもちょっと気になるんだよね。なんかまた、この黒ひげ海賊団とのバトルが楽しみになりましたね。いやー、これはちょっとまだまだ楽しみ多いな、ワンピース。これ5年じゃ終わんないですね。もうまだまだやっていただきたい、本当に。っていうちょっと期待も込めて、妄想を話しました。で、これ、サンジの戦い、これ次週決着ですかね。まあ、今週
決着のパターンもあるとは思うんですけど、まだこれ続くかなってちょっと個人的には思ったんですよ。なんでかっていうと、今までのね、このバーサスシリーズ、〇〇バーサス〇〇っていうタイトルの時って、まあ割とね、そのバーサスがついた次の時に決着がつくことが多いんですよね。NS ロビーでも43巻ですね。ジャブラとの戦いの時は、まずね、414話でサンジバーサスジャブラがついたんですよ。で、そこでは決着がつかずに、その後のヒートアップ。こちらでサンジがね、まあ要は怒りでヒートアップして、ディアブルジャンプ出して勝ったんですよね。で、ゾロとかもそうなんだよね。ゾロバーサス角では決着つかずに、まあアシュラっていうタイトルで、まあ決着がついたりもしてるんで、割と次の話でね、決着がついたりするから、まあ次なのかなーってちょっと個人的には思いました。どうだろうな。でもね、結構な大技を今回出したんでね、十分ここでもね、倒す可能性ありますけどね。で、あとちょっとね、桃之助の話したいんですけど、桃之助さ、これ、今回ね、まあ名案でござるって言って、カイドウのホムラグムを引っ張ってるわけじゃないですか。ただこれさ、ルフィがカイドウを倒したら、これ消えちゃいますよね。どの道やばいよ、桃之助さん。すごい一生懸命名案でござるって言ってたけど、ちょっと、カイドウを倒すと、消えますよ。誰か教えてあげて。今、桃之助に話しかけられるのルフィぐらいなんですかね。心にさ、語りかけたじゃないですか。あの技。あれなんなの？ちょっと今思ったけど。冷静になんでルフィの声、桃之助聞けたの？冷静にあれ、ちょっとまだまだ謎なとこあるけど。ちょっと誰もね、今、桃之助にこれ話せる人いないから。これでも、カイドウが倒しちゃったら、間違いなく落ちちゃうじゃないですか。桃之助どうするんですかね。だって、ホムラグもだってちっちゃいのポンポンしか出せないもんね。これどうなるんだろう。リアルに、このままだと、倒しちゃうとやばいし、倒さなくてもやばいしっていう。どの道やばやばフラグ立ってますよね。これどうすんだろうな。まあ桃之助はなんとかしなきゃですもんね。まあでかいね、ホムラ君もなんとかね出してなんとか止めるって展開なんのかな。とですよ、皆さん。今ね、ここまで鬼ヶ島のバトル、もうすごいバトルいっぱいもう終わってきてます。で、残すはもうほんと大看板二人、キング、クイーンと、あともうカイドウだけですよね。あとビッグマム。とんでもないバトルしか残ってないんですよね。ただ、もう一組、あれ？まだ書かれてなくねって人たちいますよね。そう。雷蔵バーサス福禄寿ですよね。いつ書かれんのこれ。何そこにノミネートされるぐらいの強さなの二人ともっていう。ちょっとさ、なんかもっと早くに終わっても良さそうな二人ではありますよね。正直。ごめんなさいね。いや、分かってますよ。耳たぶクラッカー最近なの知ってます俺も。福禄寿まとめ撮りましたもん。耳たぶクラッカーこう。耳たぶでバシバシってやってます。知ってます？耳たぶで空も止めます、彼は。最強なんです、あの人っていうのはね。分かってますよ。分かってますけど、雷蔵と福禄寿いつ終わんのってちょっと気になるんですよね、これね。今までだったら割とね、その、大幹部より前よりになる気がするんですけどね、その戦いってね。もしかするとちょっと深読みすると、ちょっとなんか隠されたことがあるのかな、なんか新情報その二人の戦いで来るのかなとかもちょっと思っちゃってはいるんですけどね。まあ、それか何戦いの流れで通路もね、言うたらルフィがさ、天ガーって言ってボーンってなって月が見えて犬嵐たちが通路になるっていう熱々展開あったじゃないですか。だからまあそういう感じなのを、なんかストーリー上の絡みで新しい展開になって戦って勝つみたいなのはあるかもしれないんでね。だからこそまだ描かれてないのかなとかも思うんですけど。いや、わかんない。この後ね、もしかしたらそのスーパー大必殺技、耳タブによるスーパー大必殺技が見れるかもしれないんでね。ちょっとそこは期待したいですね、やっぱり。もう皆さん多分福禄寿大ファンだと思うんでね、お願いしますのファンの方々。福禄寿のね、活躍に期待ですね。いや、じゃあ本当は雷蔵なんだけどね。こっちサイド雷蔵なんだけどね。雷蔵もちょっと見たいですよね。巻き巻きの術とかも、カイドの時に一回やっただけですもんね。その巻き巻きのその真骨頂みたいなのがね、あればちょっと見たいですよね。はい、そんな感じでございました。いかがでしたでしょうか。ぜひね、この動画も面白かったぜって方ね、グッドボタン押してってください。またね、来週救済ですけど、ちょっとまだ今まで話せてないこととかもね、話そうと思ってますんで、ぜひ今のうちにチャンネル登録してお見逃しなくよろしくお願いします。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。明日も楽しもう。またね。次週救済ですけど、いろいろ考えつつ、楽しんでいきましょう。またね。前向いて、ワンツースリーフォーあって、ワンツースリー全力でまっすぐに自由求め思いのまま、ワンツースリー進んでいけ、ワンツースリー全力でいつだって